ジョン・バトラー・イーツによるバン・ワイク・ブルックスの肖像が、1909年。バン・ワイク・ブルックスは、アメリカ合衆国の文芸評論家、電気作家、歴史家、ニュージャージー州プレーンフィールドに生まれ、コネチカット州ブリッジウォーターで死去した。日本語ではバン・ワイク・ブルックス、VW ・ブルックスなどと表記されることがある。1944年10月、ホワイトハウスで、 カイディ・ルーズベルト大統領と面会したザインディペンデント・ボターズコミッティ・オブ・ザアーツ・アンド・サイエンシズフォー、ローズベルトの面々左からバン・ワイクブルックスハン・ナドナージョー・デイビッドソンジャン・キープラジョセフ・コットンドロシー・ギッシュハーロー・シャプレイ博士ブルックスは1908年にハーバード大学を卒業した在学中に 友人のジョン・ホール・ウィー・ロックとの協著という形で、最初の詩集、バーセス・バイツ・アンダー・グラジューツを出版した。ブルックスの最も広く知られた著書は、19世紀のアメリカ文学の展開を追った、Makers and Finders, A History of the Writer in America, 1800-1915である。ブルックスは、電気的記述を逸話的な三文として飾ることに、長けていた。 ザ・フラワーリングオブニューイングランド、千八百十五1815-1865で彼はアメリカ書籍業協会から第2回の全米図書賞をノンフィクション部門で受賞しさらに1937年のピューリッツァー小歴史書部門を受賞したこの本はライフ氏が選んだザ・百ア100タンディングブックスオブ千九百二十四1924から1944にも選ばれたブルックスは 長くコネチカット州ブリッジウォーターに定住し、この町の図書館の建物の翼の一つには彼の名が冠されている。その建設には10年以上資金集めの努力がなされたが十分な資金は集まらず、1972年には中断に至った。ところがブリッジウォーターとは何の縁もなかったチャールズ・ E ・ピゴットというロサンゼルスのジ者が遺言で、 町の図書館に資金を移動した。これを合わせて21万ドルが集まり、図書館の増築は1980年に完成した。ブルックスの著書の一つである、ザ・オーディル・オブ・マーク・トゥエインは、サミュエル・エル・クレメンズの文学的変歴を分析したもので、彼の作品の欠点が、もっぱら母親や妻に起因するものだと論じた。 1925年には、レオン・バザルゲットが表したヘンリー・ソローの伝記を、フランス語から翻訳し、ヘンリー・セロー、バチェラー・オブ・ネーチャーと題して出版した。1944年、ブルックスはタイム誌の表紙を飾った。ありがとうございます。